堕天使堕天使は、主なる神の非造物でありながら、傲慢や嫉妬がために神に反逆し、罰せられて、天界を追放された、天使、自由意志をもって堕落し、神から離反した天使である。キリスト教の教理では、悪魔は堕落した天使であるとされる。堕天使の概念は、ユダヤ・キリスト教の複雑な歴史を背景に持つ。キリスト教が旧約と呼ぶ、ヘブライ聖書には、本来、 堕天使という概念は登場しない。天使の堕落の伝説の早期の例は、後期ユダヤ教書派において成立した後に議典と呼ばれることになる文書の一つ、絵の句書に現れる。この絵の句の伝承は、ヘレニズム期のユダヤ教セクトであるクムラン教団を特徴づける、善と悪の戦いの観念とともに、原始キリスト教に影響を与え、これによって、堕天使の概念は、 キリスト教の基礎の一部となったと考えられている。一般に、打点子の頭は、サタンとされるが、外典、儀点などでは、マスティマ、ベリアル、ベルゼブブ、アザゼルなどと記されている場合がある。新約聖書には、サタンの堕落を示唆する記述がいくつかあり、特に、ヨハネ・目クシ第12章ではサタンが、天の戦いに敗れて追放された物語が、示されている。 聖書には多様な解釈を入れる余地があり、後世のキリスト教文学や神学において、サタンと仲間の打点使たちをめぐる、様々な物語や理論が紡がれている。一体何をもって、サタンの堕落の本質とするか、という問題についてもいくつかの異説がある。J.B. ラッセルはこれについて、道徳上の退落とする説、品格の喪失とする説、 天からの追放をすなわち文字通りの落下であるとする説、自ら進んで神に背き天を離脱したことをもって堕落とする説を挙げている。ジョン・ミルトン、失楽園、ギュスターブ・ドレによるイラストレーションキリスト教的な観点において、その理由は様々であり一つの観点だけを鵜呑みに、するのは危険である。下記のうち、高慢によるもの、嫉妬によるものの二つはよく、 キリスト教を題材とした作品に使われることが多い。聖書によると、展開において、神のエデニエンのケルブとして、また、比喩的には、ティールスの王として描かれ、彼に、自分は神をもしのぐ力を持っているのではないかという、おごりが出てしまったと記述している。そのため、味方となる天使を集め神に対して、反旗を翻した。が、結果は、 敗北に終わり彼とその仲間は落とされてしまう。神は人間に天使以上の愛情を注いだ。当然のごとく、それに反発したのは元ケルブのベリアルだった。天使は炎から生み出され人間は土くれから創造される。人間は天使ほどの権威もなければ力もないのだ。そのため、同志である他の天使と共に神に挑んだが、結局は敗北し、落とされてしまう。 その後、地上へ落ちたベリアルは超愛の対象となっていた人間に挑戦するようになった。神はもともと天使を自分自身を尊重させるために創造したとされるが、彼らの中にその指針に反する自由な意志を持つ者がいたという。実はそれも神自身が考案したもので、反する天使たちには自発的に自分を崇めさせるという試みがあった。なぜなら、神は、 無の真珠から自分自身への愛情を芽生えさせることに進化を見出したからである。だが、自由な意志を持つ天使たちに自分から従おうとする副従心などなかった。結果として彼らは天界から追放され、地上まで落ちた天使は人間に、またさらに深く落ちた天使は悪魔になった。その筆頭に数えられるのがアザゼルであるが、彼は地上降臨時に、 人間の女性とちぎりを結び、英雄や巨人ネフィリムを生ませた。なおかつ人間に天上の知識を授けるまでに至った。神は彼らの天使としての地位を剥奪し、アザゼルラは打天使となった。ちなみに、この説によれば人間は天使になれるとされ、悪魔は天使に戻れるとされている。旧約聖書中、打天使としてのルシフェルの記述とされるのは、 いざや書十四章十二から十五である。十二霊明の子、明けの明星よ、あなたは天から落ちてしまった。もろもろの国を倒した者よ、あなたは切られて地に倒れてしまった。十三あなたは先に心の内に行った、私は天に昇り、私の王座を高く神の星の上に置き、北の果てなる、周回の山に座し、十四雲の頂に昇り、糸高き者のようになろう。 15しかしあなたは余みに落とされ、穴の奥底に入れられる。ありがとうございます。